です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは。堀江貴文です。皆さんこんにちは。寺田由紀です。ということで本日はですね、ここリトル東京さんから Q&A をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日の質問です。性犯罪を減らす対策として出会い系などで恋愛や性体験の機会を増やすという堀江さんの意見に賛成です。ではいじめっ子を減らすためにはどのような対策があると思いますか？子供だけでなく大人になってもどんな場でもいじめがあると感じています。鬱につながることも多く、会社では戦力ダウンの原因にもなります。いじめられっ子を励ます対策は多いですが、いじめっ子自体を減らす対策はあまりなく、何かできることはないかと考えています。ご意見をお聞かせくださいという質問です。惜しかったね。今日いい感じだったのにな。はい、はい、今日も、はい、質問に答えていきたいと思いますが、はい、今日のゲストは、はい、ゲストはですね、日本仕事百科をされています株式会社仕事人代表取締役の中村健太さんです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ まず私の回答からいきたいなと思います。はい、私はこう答えました。いじめはなくならないので逃げられる体制を作ることですね。具体的には義務教育で必ず同じクラスに登校することをやめたり、一つの会社に出社しなければいけないような会社の雰囲気を変える、簡単に自分の居場所を変えられればいじめによる実害が限りなく、少なくすることができます、うん、というふうに答えました。だから減らすっていう方向じゃないってことですね。そう、逃げればいいんですよ。学校のいじめの場合はだから義務教育で学校に必ず行かなきゃいけないっていう体制を作ってることが僕は最大の問題だと思っていて、うん、だから僕は学校義務教育不要論を唱えてるんですけど、うんうんうん、そうするといろいろ反論が来るわけですよ、うん、まあ、とは言ってもなんかそういう体験というのは、うん、まあ、小学校中学校そういったところでしかね、全く同じ世代の人がなんかごちゃっと集まって、はい、何も全然こう共通点がない人たちが集まって、うん、一つのところで同じ釜の飯を食ってみたいなことってなかなかないから、うん、それは貴重な体験なんだとかって言うんだけど、うん、俺は必要なのかなと思って、そういう体験が、うん、体育祭とか文化祭とか楽しいけどね。そうですね、まあ、僕もそういうの好きなので、うん、でも文化祭とかって別に今でもできるじゃないですか。そうですね、そうですよね。その今よりやっぱりソーシャルネットワーキングがこれだけ流行ったから、うん、僕この間すごいバーベキューってのやって150人ぐらい集めて、うん、ただただバーベキューやっただけなんですけど今度1000人規模でやろうと思ってるんですけど、そんなの別にすぐできますよ。だからそういうようなそのことって Facebook でイベント告知して招待送ったらうわーってくるじゃないですか、うんうんうん、みんなこのイベントカレンダーにご登録してね、うんうんうん、自動的になんか同じ全然脈絡のない人にと集まる場所も、まあ、それはそれで面白いというか、僕はあの自動車教習所って結構面白かったんですよ。あ、なんかあの 変な人がいるというか、いろんな人がいるね世の中にはみたいな感覚があったので、やっぱりこう、うん、僕も例えば投げかけて、ここに例えばリトル東京に来ていただく人とかとてもすごい面白いんですけど、すごい逆に言うと心地いいというか楽な状態なんですけど、うん、普段絶対この人とは飲まないけどこういう人もいるんだなっていうのを知る機会として、まあそれがねずっと何年も学校に行くっていうのが、うん、それはどうなのかなっていうのはあるかもしれないですけど、そういうなんかごちゃ混ぜになる機会としては面白いと思いますけどね。で僕なんかは幸いなんかそういうそんないじめとかにあったことないんで。あ、ないんだ。うん、ないんだよね。なんか僕の場合はもう突破しちゃうからね。その要はだからいじめの構造ってわかるじゃないですか。なんか別に何の理由も ないんだよ。ないない、うん、理由はない、うん、そういう感じです、はいはい、はい、ということで最後に告知をお願いします。僕はあの日本仕事百科という、まあ、求人サイトを普段、うん、まあ、運営してるんですけれども、まあ、本当にいろんな仕事が載っていて、まあ、そこに働いた時の、まあ、働いてる人の思いとか、あとは仕事の大変なところとか、ぜひ読み物としても読んでみてください。はい、はい、僕も CD を出しました。デビューアルバムハッカーズ、イエーイ。僕はね2枚目なんです。ミニアルバム2枚目っていいですね。なかなか言えない2枚目なんですけど、はい、僕 2曲作詞してますので、うん、僕も全部歌ってるんで、はい、うん、よろしくお願いします。はい、あと寺田もですね7月8月とたくさん舞台やらライブやらが決まっておりますので、 SNS に随時詳細載せてますので、ぜひそちらの方チェックしてみてください。今日もありがとうございました。
の登録はこちらで YouTube チャンネルもよろしくね。